中村監督の58勝っていうのはあまりにもダントツで、まあこれは破られないだろうって言われたんですけど、今こうしてね、令和の時代になって、平成のまあ、30年あったんですけど、その後20年の間に、一気に変わったんですね。何が変わったかすと、さっきの表の中に、今1位の智弁和歌山の高島監督はいません。だから当時10位にも入ってなかった。もっと言います。西谷監督なんてまだ、登場なさってもいないです、甲子園に。だから、いかにこの平成の30年っていうのが、そういう甲子園の勝利数でいうと、数を積み上げ、安かったっていうと失礼になっちゃうかもしれないけど、言いにくいんですが、ラブシーラブシー向こう届くように伸ばしちゃう。こんにちは。今日ね、久々に天気が良くて、地元で、高校野球の春季大会やっております。私も今ね、2球場ぐらい回って家戻ってきたとこですけど、夕方からまた野球塾に出かけます。で、移動中にね、甲子園中継を見ながら移動したんですけど、その時に大阪桐蔭が登場しておりましたね。で、なんか西谷監督が、まあ、先日1回戦突破したことで甲子園通算勝利数が68勝になって、まあ今まで1位だった智弁和歌山の高島先生つってね、私も随分勉強しに行かせていただいた監督だけど、高島先生に並ばれていると。で、今やってる神村学園戦に勝たれると、単独1位に躍り出ると、そういうことだそうです。私も若い頃からね、いろんな甲子園の、まあ、優勝した監督、何十回も甲子園出てこられた監督にお会いしに行って、やっぱり監督道っていうかね、そういうものを教わってきた人間なので、甲子園勝率っていうものに対してはね、結構敏感に反応するんです。ちょっと今日はそんな話をさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。早速ですけどね、ちょっとある雑誌を見てください。はい、ホームランっていうね、これね、平成10年ですから、まさに松坂大輔君がまあ甲子園を沸かしていた頃の雑誌です。私大学生だったんですけど、ちょっと見ていただくと、こういうページを当時見たんですね、これね。PL の中村監督、池田高校の津田監督、三島の美藤監督、こういう方名称特集みたいなページがあって、でね、このお三方が当時の甲子園の勝利数のベスト3だったんですよ。まあ、この後に武田さんとかね、前田さんとか、私訪ねた監督、木内監督とかいらっしゃいますけど、勝利数ズバリ言うとここの部分なんですね。中村監督が58勝、津田監督が37勝、尾藤さんが35勝、前田さんが34勝。この雑誌を見て、よし、上から順番に会いに行くぞと、単純な人間でそう思って野球案件を始めたんです。まあ、もともと津田監督がね、高校の時に一回訪ねていまして、はい。あと PL 学園の中村監督がこの雑誌を見た冬に、たまたま私の大学なら愛知県に来られたんで、もうそういういろんな巡り合わせの運があって、私もいろんな監督に出会ったんですけど、で当時中村監督の58勝っていうのはあまりにもダントツで、まあこれは破られないだろうって言われたんですけど、でこの表をもう一回戻りますけど、この表を見て感じること皆さんございますでしょうか。今1位の西谷監督はこの段階でまだ甲子園で1回も勝ってません。そして、高島先生もベスト2に手に入ってない。渡辺監督って横浜の渡辺先生も入ってないです。馬淵さんも入ってないです。結局何を言いたいかっていうとですね、この平成10年の時点から今の令和のまあ四半世紀25年っていう間にものすごい勝ち星を稼いだ方がほとんどなんです。理由はいろいろあると思うんですよね。昭和の時代っていうのは公立高校が十分甲子園で戦える状況でした。まあ私が単純に、今ほど、野球に強化するとこが、まあ、数として少なかった。だから、公立高校が、十分、甲子園に来れる余地があった。まあ徳島県なんてね、今でも多分聖光学院っていう私学が一つだけあって、で聖光さん多分甲子園来られてないんで、唯一、私学が甲子園に来てない県と言われてますよね、徳島が。まあそういういろんな時代背景もあって、
一つの学校が甲子園に勝利を重ねるってことが今ほどできなかったです。だから今は逆にそういう時代で、特定の学校がコンスタントに甲子園に来て、一回甲子園に来るたびに、3勝、まあ、5勝とは言いませんけど3勝ぐらい積み重ねてって、1年のうちにね、5勝10勝とこう進んでいくこともできる時代なんで、まあ、西谷監督のように春夏連覇をされれば一気に10勝1年で稼ぎます。はい。まあ、これはね、箕島の美堂さんがよくおっしゃってました。まあ、美堂さん以外の方もよく言われるし、西谷監督もおっしゃるそうですけど、美堂忠が35勝じゃないんだと。昭和54年の春夏連覇のあの子たちが頑張って、例えば10勝した。次の代は1勝だった。その代、その代の子たちが重ねた数だから、美堂の数ではないと、こう僕に言いましたね。実際そうだと思うんですよね。だけど世間はやっぱり、名将っていう、言葉をやっぱり使いますよね。ただね、私感じるのはそうですね、率直に申し上げると、高田監督、苫小牧の高田監督が一時出てきて、出てきた時ぐらいから監督にあんまりクローズアップするような報道の仕方もしなくなったし、まあそれはプレイヤーズファーストっていう流れがね、世の中にだんだん出てきたのもあって、やっぱりカリスマ監督っていうか、まあ昔で言うと池田の蔦さんじゃなくて、場合によっては蔦監督の池田ぐらいの、報道の仕方とか世間のイメージがあったですね。はい。要するに監督が学校の存在をも超えるぐらいのインパクトのある監督がいて、そのイメージっていうのはやっぱりマスコミにもある種の、まあ、責任があったと思うんですけど、今それはしてないような気がするんですね。だから、時代をこう、一時代を作る監督っていうか、そういうものも昔のようにいない。だから、よく、誰が一番すごいのか的な論理で話をするときがあって、例えば、ピッチャーの速球で言ったら、高校時代に一番早かったのは、昔の浪商の尾崎さんなのか、作新の江川さんなのか、横浜の松坂くんなのか、はたまた花巻東の大谷くんなのか、佐々木朗希くんなのかなんて言ってやりますけど、スピードガンの性能も確実でないし、数字で言ったら今のピッチャーが上がってきてることは事実で、それは今の甲子園の勝利数が、最近出てきた監督の方がバーッと、勝たれてるっていうのと私は同じことだと思うんです。私が何を基準に監督さんを見てるっていうかリスペクトするかっていうと、その時代時代における突き抜け方ですね。野球の技術で言っても昭和のすごい選手よりも令和のすごい選手の方が上手いと思います。正直内野の守備だろうがバッティングだろうがピッチャーだろうが、でも、全体が上がってきてるんです。はい。昔江戸時代にね、平均寿命が50歳だったが今80歳になったとよなってるようにね、で今の方が昔より長生きしてるからすごいじゃなくて、今みんな85ぐらいまで生きるんです。その中で長生きっていう人って100超えて初めておーっていう感じで、90はザラですよね。それもやっぱり野球のそういうスピードとか、体格身長でも同じことだと思うんですね。だから私はやっぱり、誰が一番早いのかっていう世代をまたいだ論争は不毛かなと思います。それぞれの時代にそれぞれのヒーローがいていいと思います。お笑いでもそうですよね。昔のじゃあ、2ビートつって北野武さんが出てきた、で島田紳助さんのような方が出てきた、でダウンタウンが出てきた、それぞれ見て自分の潮時を感じて引退されてってるように、やっぱ時代が変わった、お笑いの質が変わった、もうこいつらにはかなわない、追い抜かれるってやめるんですけど、じゃあ1980年代のお笑いブームと今のお笑いってのはどっちがすごいのかって、どっちもそれぞれ良かった。スキルで言うと今の方が格段に上がってるとは思うんだけど、あの時代にはそれが一番の笑いだったし、その時にお笑いブームを作った人っていうのは永久のカリスマじゃないですか。野球で言ったらさっき言った池田の蔦監督とかが僕は高校野球界のカリスマなんだろうなと。これはこの後どんな監督が出てきても、なかなか超えられない、ものなんじゃないかなとこう私は思うんです。はい。だからね、まあ、まとめになりますけど、私がすごい監督っていうときに、単純に
もう本当に時代を度外視して通算勝利数の問題で単純に序列することも、それは一つの物差しとしてありだと思います。ただもう少しよく見ていくと、その時代時代に何を表現したかっていう中に、その時代時代の突き抜け感っていうのを私は見てるということと、あともう一つ、時代の変遷があって、その変遷の流れをブワッと変えた人が僕はすごいんじゃないかと。例えば、昔の木製バットの時代の、広小野球に代表される、緻密な野球、そして叩き上げられたっていう厳しさとか、そういうものを基準に名門って言われた時代をバーンと叩き潰したのが金属バットの登場っていう波に乗った池田の戸田監督だと思います。でその後その池田のパワー野球っていうのに感化されたのが、例えば帝京の前田監督が出てきてると、いろいろ出てきますよね。で、我々の世代の後ぐらい、野茂投手が大リーグ行ってから、アメリカの野球に接するようになってから、カットボールっていうのが出現してね、昔は江川さん、桑田投手ぐらいまではストレートとドロップカーブが甲子園の生命線だったのが、我々の時代っていうのはスライダーピッチャーが出てきてですね、まあ、そのスライダーっていうのが、松坂大輔君とか、まあ、田中真君ぐらいまではスライダーがいいピッチャー、甲子園を席巻した。でその後出てくるピッチャーっていうのはもうカットとかチェンジアップ、フォーク、いろんなものを投げれる子が出てきてますよね。高校生でも140キロって言われたのがもう150キロの壁を超え、時には160を超える高校生が出てきてるっていう、それはもう単純に時代のそのものの進歩でありますから、はい、その壁を破ってくるっていうか、時代の流れを変えてきたターニングポイントになった監督さんっていうのは私見てます。だから津田監督もそうだし、その後やっぱりね、平成版のパワー野球に持ってた高島先生もすごいし、でも東の方では横浜高校って言ってね、渡辺監督と小倉部長で緻密さも含めて、きっちりとした王道の野球をされる、要するに智弁和歌山横浜時代もありましたよね。これが結構長かったと思うんです、正直。その後に、東海大相模が台頭し、西は大阪桐蔭が台頭し、で今は仙台育英高校が東にぐっと上がってきて、今こんな状態じゃないかと私は見てるんですけど、そしてコロナっていう風の中で、仙台育英の末先生のような、物事の考え方で新しい風を吹かせてくれる指導者像っていうのも今は受けてると思うんですよね。育英人気あると思うんです。それはやっぱりその津田さんと一緒で、令和でいう津田監督みたいなもんで、時代のコロナっていうものを一つ、乗り越える中で、そしてオンラインとかああいう SNS とかそういうものに長けた世代が出てきたわけじゃないですか。その時代に食う野球を展開され始めてる育英っていうことになると思うんですね。まあ私はそこの部分を注目してます。時代の流れを変えるっていう、インパクトを与える、そういう指導者の出現を待ってます。勝利数だけじゃなくて私はそこを見てます。はい、まあそんなところでしょうか。はい、じゃあ、西谷監督どうなるか楽しみですけど、一応私も若い頃いろんな監督を訪ねて、それこそゲスな発想ですけど、じゃあ、高島さんが68勝、中村さんが58勝、津田さんが37勝って足してると、私甲子園350勝ぐらい積み重ねた監督さんたちとお会いしたことになるんだななんて、ある時計算したことがあるんです。たわいもない計算ですけどね。今後も、どんな名監督が出てくるのか、そして西谷監督はどこまで勝ち続けるのか、100勝までいっちゃうのか、甲子園も10回優勝するとこまでいっちゃうのか、そんな、興味を持ちつつ、今後も大阪桐蔭の野球楽しみに注目させていただきたいと思います。実は以上になります。